現在当社ではこれまでにない新たな電動ピペットの開発に取り組んでいます。再生医療用ピペット。再生医療用ピペットの大きな特徴は音声入力による分注作業です。アイソレータ内での設定や吸入塗出をより簡単に効率的に行うことができます。また本ピペットはエチレンオキサイドガスによる滅菌処理が可能です。さらにピペッティスマホバージョンも現在開発中。点キー操作による分注量入力に加え、再生医療用ピペット同様に音声入力も可能です。バリデーション分注システム。バリデーション分注システムは内蔵カメラでウェル位置を検出し、正しいウェルにチップが入った場合のみ自動で突出されます。間違ったウェルでは突出されないため、ヒューマンエラーゼロを実現した最先端の分注システムです。最小最軽量ペン型電動ピペット、ピペッティ。無線通信機能搭載ピペット、ピペッティプロ。滅菌可能、音声入力機能搭載、再生医療用ピペット。携帯端末制御、ピペッティスマホバージョン。ヒューマンエラーゼロ、バリデーション分注システム。当社はこれからも研究者に寄り添った開発でピペット作業の新たな形を提供してまいります。